さあ、始まりました、マジシャンです。さあ、今回は、はい、ミネですね。ミネです。はい、あっい。さあ、ね、もう真夏のような暑さなんですが、はい、英検準1級の結果、はい、一次試験出たということで、はい、そちら見ていきたいと思いますね。英検準1はどこに使う予定ですか？立教大学と、うん、あとは早稲田大学の国際教養で勝って、ああ、はい、加点ですね。あれ変わったんだっけ、点数、加点の。いや、まだ詳しく、去年の加点は、去年はなんか20点満点で加点がもらえて、1級が20点で、で、準1がそれより少ないみたいな。で、マイナス2級が0点か、2級が0点とか、はい、感じでやって、はい、さあ、受けてみた感想はどうでしたか？まあ、ようやくで結構落ちそうになったので、そうだ、ようやくがね、はい、加わったんで、はい、かなり結構ギリギリになっちゃいました。時間が足りなかった、はい、回だったと思いますが、まあ、国際教養もね、一応日本語でようやくありますから、はい、まあまあ、ちゃんとやっていければいいじゃないかと思いますが、じゃあ見ていきますか。はい、あ、はいはい、普通に勉強はできてるんですか？勉強はできてます、はい、心配だあ、こっち、はい、お、はい、まずはその準1級は、まずは、はい、はい、合格ということで合格でございます、はい。まあ、ただ合格は2回目ですからね、はい。CSE スコアが上がってるかどうかなんですが、いや、上がってないんですよ。上がってないんかい。なんか、後の方がようやくで結構点数落としちゃって。ああ、なるほど。じゃあ、まあ、ちょっと細かく見ていきますけど、はい、リーディング597点、はい、で、リスニング602点で、ライティング593点、ライティングが一番低かったわけですね、はい、はい、合計1792点ということでした、はい。で、細かくね、正答を出してくれますから、意見はね、どこが合ってて、どこが間違ってた、はい、あ、単語も意外と間違ってんな。一番印象に残ったのは今回はクリンジの、はい、しがみつくねが、はい、やっとコロケーション分かったかなみたいな、はいはい、で、解説動画見てる、はい、ああ、そうですね、私の解説動画出てますんで、はい、はい、そちら見ていただければと思いますが、はい、まあでも結構落としてるな。結構落としますね。単語が1、2、3、4、5、6、6も落としてるか、はい、で、あ、文章中の穴目落としちゃってるし、はい、読解も落としちゃってるんで、やっぱりリーディングまだまだですね、はい、だってこれじゃ早稲田と戦えないよ全然このレベルじゃ、はい、リーディングはこれじゃ。で、リスニングもまあやっぱちょこちょこ落としてますね。パート1でこんなに落としてるのはまずいな、はい、第1も落としちゃってるじゃん、しかもまあちょっと入りがちょっと甘かった。パート1、4問間違ってて、あ、5問かな、え、あ、来ちゃった、はい、だからリスニングのパート2は間違えるもんなんでね、はい、はい、パート1が5問間違えて、パート2が、うわ、ボロボロじゃん、後ろ、はい、後ろがダメでしょ、はい、9問間違ってるよ、パート2、はい、で、あ、リアルライフは全問正解したんですね、はい、だからまあこれでも受かれちゃうんですね、英検準1って。前回も大体6割強くらいで受かったんで、うん、大体前回と一緒です。なるほどね。あ、パーセンテージ出てるね、はい、リーディング 65%、 合格者の平均 70% おいおい、やば、はい、リスニング 59%、 正解者の平均 62% ですから、はい、やばいな。で、ライティング 66%、 合格者の平均 71%、 全部合格者平均下、はい、なるほど。あ、ここ全部出てたわ、18分の12。リーディングの2が6問のうちの4、リーディングが7問中4、はい、で、そうですね、リスニング12分の7、12分の5、はい、5分の5と。さあ、ライティングです、ようやくですね、はい、内容点が2点なんだけど、はい、あららら、最後ちょっと足りなくて、うん、自分の意見みたいにバッて入れちゃったんで。バカなことをするなようやく問題で自分の意見入れるとかも最悪、はい、そんなことしたら内容点がっつり下げられちゃいますからね、はい、2点は全然ダメです、はい、構成点が3、はい、代名詞とか接続詞、接続副詞は意識しましたか？いや、してないの？つなぎの言葉とか、つなぎの言葉、うん、まあ、いつも通り、まあ、なんかいつも使ってるやつを使いました。どういうことだ、ようやく問題初めてなんですけど。とりあえずいつも作文でも使うような、うん、まあ、ビコーズとかそのつなぎを普通に使います、はいはい、そうですね、あとは、うん、動画で言ってた、うん、なんか対比とかなんかあったじゃないですか、うん、はいはい、それは、まあ、意識しました。なるほど、はい、構成は3取れたと。しかし5以外に文法2、はい、あららら、ら言い換えができなかったり、そして文法、まあ文法苦手ですからね、はい、はい、そう、再現の答案すぐ作ってくれればいいんだけどね、そしたらすぐ見れるのに。そうですね、多くの人やるけどやってないし、もう、はい、はい、で、英作の方でしたね、はい、が、全部3ですね、はい、全部内容4分の3、
構成4分の3、語彙4分の3、文法4分の3ですから。なるほど。まあはっきり言ってしまえば、でもあの前にもらったのを見てる限りではあれでこんなに取れちゃうんだって感じですけどね。まあもうちょっとあのテンプレートを使ったっていうか。なるほど。はい、あのまあ。あるじゃないですか、英検のなんか、うん、この3つ挙げありますとかポイント挙げて、うん、で最初一部述べてから because と for example でつないで、うん、あとはあとちょこちょこ、なるほどね、型をちゃんと入れてったっていう感じですね。なるほど、はい、でここからいよいよ面接ですけど、はい、どうなんですか、面接はできんのかっていう。まあ練習は、うん、あの今回あのうん、いつもライティング見てもらってて、はいはい、あのが多いよ、もう前方の先生には、はい、まあ一応ライティング見てもらってるんで、はい、あのが多いよスピーキングは、はい、動画見てちょっと対策したいなって、うん、いつもあの直前は森哲先生の動画を見て、まあ気をつけなきゃいけないところを見てるんですけど、今回なんか言われたんですけど、一ノ瀬先生のなんか あるんで、なんか対策動画出てるじゃないですか、それを使ってまあしっかり練習したいなと思います、はい、で、じゃあ別にその先生に模擬面接やってもらうとかないんですか、河合の、まあ、難しいか、講師室じゃできないしね、はい、チューターがいるんですけど、はい、まあ、チューターができるのかっていうのもあるけど、あ、じゃあチューター、ん？ペロ？あ、はい、はい、なんか、まあ、使うか、まあ、まあ、なるほどね、もう一週間しかないんで、自分でやったら、そうだよ、もうないよ、そういえばあと一週間だわ、はい、はい、この動画出る頃にはもう、そう、面接の試験始まっちゃうわまあちゃんと対策動画、ね、はい、葉月がやってるのもあるし、はい、まあ、きちんとやってください。まあ新形式ってもそんな変わんないですから、はい、最後の文が長くなるだけなんで、質問文が長くなるだけなんで、はい、別に大したことないので、まあやってもらえば、まあ、とにかく漫画ですからね、圧倒的にあそこの配点が高いから、はい、漫画描写問題を練習することがとても大事です。それが一番大事なんで、はい、だから喋れないんだったら書くことですね、書いてそれ持ってって見てもらうだけでも全然違うと思うんで、たくさん漫画描写のやつを書いて、その、ね、フェローチューター持ってって見せるのもありだと思いますので、はい、あとは時間配分大事ですので。わかりました。一応3分は行った方がいいんですよね。どれ、漫画1個、漫画1個、まあ漫画 1個、漫画はちょっとなんか違う気がする、聞いた感じだと、うん、アドバイスもらった感じだと、うん、最初と最後だけはしっかり言うべきだけど、うん、なんか真ん中は別に2分でも3分でもどっちでもいいみたいな話を聞いたんですけど、違いますかね。これは回によって違うから、はい、そもそもそれぞれのコマ何かしら言わないとそもそも点にならないから、はいはい、1コマでも描写しなかったらズバッとそれで内容ってなくなっちゃうから、はい、だから必ずやること で何分とは決まってないから、はい、うん、分かんないです、どこがポイントになってるのかは。そう、何分か不明だから3分くらい読んでおけば一番安全ってことです。そうですね、まあそれをいつも意識してはやってます、はい、なんで最初と最後の方がむしろ少ないことが多いでしょ。まあそうですね、だって最後のやつなんてさ、次の問題にかかってくるから描写ポイントがどう考えても中の方が多いと思うけどな。まあそれはまあ、あの全部が全部じゃなくていいみたいな話はされたんで、多分ただ会議によるかな、その時が、はい、ただ全部やんないと5点にはならないからね、はい、5点中内容点はなるべく3分、はい、まあ一番安全なところを意識してやった方がいいですよね、はい、でだから時計持って、はい、でも こういう喋り方の人って点数低く出るから、はい、あって喋る人は、はい、態度点も低くなっちゃうから気をつけないといけないですね、はい、で特にそのあのとかをいっぱい言っちゃう癖があるから、はい、本番でも日本語出る可能性がかなり高いから、はい、1回録音しておいた方がいいよ、ちゃんと自分の回答。わかりました。録音しておいて、あ、言っちゃってるわって思う。AA をとにかくやめなさいとか俺はよく言いますけど、 A を A にしなさいって言うんだけど、 A にするだけで全然違うから、はい、っていうこともありますので、はい、じゃあ次回いよいよ受けるということで、はいはい、じゃあでも A 日程一番最初なんですよね、はいはい、じゃあ頑張ってやってもらえればと思います。応援してあげてください。早くしよう。ありがとうございました。 Thank you for watching。 はい、藤川店の A 検3級模擬面接も見てて